ยูนควายดาในใจอาร์โยはい、今から ワットチャイ ワタナラームですね。はい、写真見る限りすごい綺麗そうですね。はい、あ、いいですね。はい、これから本当のアユタヤ、あ、本当のアユタヤ、まあ、アユタヤの遺跡に行きますね。はい、もうね、すぐそこです、すぐそこです。はい、その前に、ご飯です。はい、はい、到着です。ね、ご飯を食べて向こう側だよね、入り口。おー、人が来たんだ。はい、到着です。なんかね、みんなバイク向こうに止めてるんだけど、多分あそこが入り口だよね。入り口だと思うんだけど、エントランス、そうだよね。なんで遠い方に止めてるんだろうっていうまあいいやいくらでしょうか、エントランスフィーか入場料ね。はい、自転車で回る人も結構いるんだね。はい、ね、タイ人は10バーツ、うん、はい、あ、タイ人は10バーツ、外国人は50バーツだそうです。はい、あ、向こう側もエントランスがあるのかな。いや、すごいね。確かミャンマーとあれですよね、戦争をして滅ぼされたと思ったんだけど、アユタヤはね、タイはね、うん、そう。仏教が弾圧されて、首が全部落とされたということですね。そうね、バザに似てるっちゃ似てるかな、雰囲気がね。
ไปแบ่งนะเออใหญ่โดนเชื้อแล้วนะฟักไม่หอこの仏像だけ顔があるんですね。そう、初めてタイに来た時にね、やっぱりそのなんだ、アユタヤに来たかったんだけどね、一人じゃまだなんていうのかな、一人じゃっていうか、その海外旅行初心者の私にはね、なかなかここまで、来るのが難しかったというのがありますよね。はい。で2回目、3回目と来た時にね、アユタヤ来てみましたね。でバイクで回ることもできるようになりました。はい、ね、アユタヤは今回2回目ですね。2回目、うん、やっぱ何回来てもいいね、アユタヤはね。はい。まあバガンの方が、ミャンマーのねバガンの方がそのスケールは大きいんだけど、うん、アユタヤもなかなかいいところですよ。はい、ね、ですのでもしねバンコク来られた方はアユタヤまで足を伸ばしてみてはいかがでしょうかね。だいたいそうね、1時間半ぐらい片道ね、電車で、350バーツ、ね、往復で、往復で、そうだね、600、700バーツぐらいか。だから、3000円ですね。はい。お昼とかね、込みで、なんだかんだで、まあ5000円もあれば、5000円はかかんないね。かかんないんで、はい、バイク代も200バーツです。で、あとガソリン代200バーツ、400バーツですね。あ、もちろんね、観光のバスも出てますよ。ソンテウね、のツアーもありますので、ね、バイクは嫌だという方は、まあ、そちらをお使いください。これはどう行けばいいんだ。ここは登っちゃいけないのね。ミャンマーとね、タイも戦争してます。してます。はい。大体ね、隣同士の国っていうのはその戦争してるもんだから、そんなにね仲がいいわけではないんだよね。これはタイの修学旅行かな、うん、だからね、隣の国、隣の家
こう仲良くしましょうっていうのはね、なかなか難しい、どうして難しいんですよね、はい。うん、日本だってね、中国と韓国とね、仲悪いですよね。まあ、台湾とはね、いい関係はできてますけど、はい、基本的には悪いもんです、はい。ロシアとだって悪いですからね、はい。はい、じゃあ次行きましょうか。次ね、日本人村に行こうと思います。はい、日本人村がある、あるんですよ。日本人がね、住んでました。はい、いや江戸時代かな、確か江戸時代のあたりに日本人住んでましたからね、この辺にね。はい、そこに行こうと思います。